マルランがボコボコしちゃうよ、これ。手ごわいだろ、こいつ。ああ、なんだよ。やったるでな。覚えとけよ、ちょっと。行ったるぞ。よし。よし。本日はですね、もうすごい方たちにね、来てもらってます。どう横から見たらね、目線がすごいもんね、もう目線が。まあ前回引き続きですね、社長の知り合いのマッチョ軍団に登場してもらいます。よいっす。なんか大会かなんかやるんですか。ブエーおっしゅっしゅデイすごいっすね。またえりすぐりのやつらを。すごいっすね。今日の企画はもう社長いじめる企画なんで、ドンピシャですよ。前回車で社長引きずったじゃないですか。あ、はいはい。じゃなくて、はい、今回こんだけ人がいるんで、はい、人力で引っ張ってほしいんですよ。このメンバーで社長を引きずる。あ、ちょっともういじめましょう。じゃあいいですか。はい。まあなんていうの、いじめた方の方が数字伸びるんで。そうですね。そうそうです。はい、面白そうですね。社長には綱引きをするってことで呼んであるんですよ、社長。あ、はいはい。で、綱引きをするんで、僕らが普通に、はい、そのマッチョ軍団とトビがどっちが強いんだみたいな、あー面白そうです、感じの企画で、まあ社長には言ってあるんで、はい、まあ最初は本当綱引きするみたいな感じなんですけど、はい、前回と一緒で絶対話すなよって言いながら僕らパッて話すんで、やばい。恒例のやつで。さあみんな気合い入れていこうぜ。もう怪我させましょう。もうちょっと手離すといけないので、あ、ちょっと縛っちゃいましょう。縛っちゃいましょうか。縛るぐらいで。社長覚えとけよ。やったるでな。覚えとけよ、社長。行ってくだろ。じゃあ社長が来るまで待ちましょう。はい。はい。お願いします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 。よし。よし。じゃあ。マルランがボコボコしちゃうよ、お前らそこだろ。はい、行くぜ。どうもだ。視聴者の皆さん、マジで俺思うんだけど、これはもう筋トレしてるだけだから、仕事でつけてる筋肉じゃないから余裕。余裕。マジで余裕。さあ、やったろか。じゃあ。やってみましょうか、社長。この間、銭湯でボコにやりやがって。あん時の仕返しをマルランしてやるでよ。おいでるよ。どうですか、意気込みは。じゃあ一応やっております。この間も俺の仕事の筋肉と鍛えとる筋肉の違いをバキッと見せたるわ。うわーい、仕組み立っちゃいそうだぜ。本当に余裕です、マジで。もう絶対手離さない。もう絶対離せよ。余裕のゆっちゃんです。負けたことないんで。リュウジ君は俺勝てるさ。余裕2秒で決めます。筋密度2トンっす。2秒で決めます。やったらけえの。やってみます。じゃあ準備いいっすか、アズモさん。オッケー。やったってくださいよ。じゃあこっちもいいっすか、筋肉マン。よし、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 やったねよ、やった。じゃあ行きます。よーい、スタート。よし。あー、手ごわいだろ、こいつ。あー、頑張って。オーケー、オーケー、せーの。おさえろ、おさえろ。いやいやいや、早く早く。手離すといけないので、縛っちゃいましょう。縛っちゃいましょうか。何も見えへんよ、お前。だが断る。痛い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 痛マジで。変やこれ。おい。やばすぎだろ。やばい。やばい。おい、みんな引っ張るぞ。
なんでやねんこれ。筋肉すごいだろ。あー疲れた。マジ疲れた。マジ疲れた。頭が痛い。マジで痛い。ちょっと本物だったね。でもね、強いっすね。でもやっぱり、あ、まあ力はね、やっぱ嘘つくの。いや、めちゃくちゃ強いお前らすぐ話しただろ。いや、話してない、話してない、話してないですよ。お分かりいただけただろうか。いや、話してない、話してない、話してない。嘘つくな。いや、ずっと持っとったっすよ。じゃあ、最後ちょっとガチンコで一発やろうよ。はい、ガチンコでちょっと本当につなぎやろう。絶対お前らすぐ話したろ。いや、話してないっす。多分カメラで見てもらえよ。ちゃうんこだな。じゃあ、まあいいよ。ちょっとじゃあ、ちょっと本気対決やろうか、最後ね、おまけで。あ、いいよいいよ、やろう、やりましょう。やろう、じゃあ、まあ、やったらでいいな。勝っちゃうよ。じゃあ、本気の対決で、じゃあ、本物の筋肉というとこ見せちゃいましょうか。あ、行きましょうか。見せてありますか。ちゃったらで。この状態、俺が一人で作ったんだな、お前ら。じゃあ、まあ、うちの力自慢を。力自慢連れてこいよ。さあ、こんちゃん。絶対話すよ、みんな。絶対みんな話すよ。だいたいさ、コメントに坂本ちゃんのことを褒めとるけど、俺のコメント、ホイールメイクコメントがないのがマジでイライラするんだけど。絶対話すなよ。マジで。じゃあこれがセンターなので、センターがこの線越えたら勝ちということで。真ん中ね。真ん中が。ちゃんと。はい、絶対勝つぞ。本気で。ああ、まだ。俺のことが好きだったらやり返せ。じゃあ今日勝つ。本気で、本気でいくよ、本気で。本気でいきます。本気でいくよ。マッチョの何かけて。マッチョの何かけて。じゃあいくよ。まだだよ。オッケー。まだだよ。はい、行きます。レディーゴー。あー、やばい。マッチョの何かけろ。あー、強え。せーの。せーの。せーの。マッチョの名にかけろ。いけいけ。マッチョ。腰入れろ。せーの。せーの。せーの。はい。タイミングタイミング。せーの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 。もうやめ、もうやめ。俺が本気出したら怪我人出るなぁ思って。まあまあ接戦だったね。いや、できてよ。もうめっちゃできてよ。お前ら足場って取られたら俺もうなんか熱っ。4対5はエレーわ。4対社長入ってね。4対5やろ。俺さ、ちょっと途中で力抜いたの。抜いた瞬間でもガガガって言って、あ、やべえ、4人か5人しかいねえもん。結構20人ぐらいで1人ぐらい手抜いてもバレーや。やべえ、疲れたわ。疲れた。まあでも同点だったっすね。見えんかったっすね、暗いんで。何線が見えんかったっすね。ちょっと今脳がパンクしちゃうじゃん。よくわからん。酸素が回ってない。はい、酸素マスク、酸素マスク。あんな引きずられたよ、お前。誰がお前戦力がいい。あ、いい勝負だったね。うん、びっくりした。まあ、だってまず、ほどの俺一人役に立てなかったけど。結構、精鋭揃えたんだけどね。精鋭揃えたよね。うん。ちょっと本当、今度ガチンコでまたやろうか。ちょっと企画ね。面白そうだね。うん、はい、お疲れ様です。お疲れ様です。まあ、そういうことや。そういうことだ。そういうことだ。いや、ちょろかったっす。ちょろかったっす。確かに俺もさっきからずっと自分で撮ってて、雑魚感半端ないな。ミュージ君、何対何でしたっけ今。4対5だったね。俺の味方は視聴者もお前俺の文句ばっかり言うし、お前俺の味方はどこにもいねえよ。
はい、じゃあ坂本ちゃん、はい、ありがとうね、今日。いや、ありがとうございました。また面白い企画、ちょっとまた企画考えてきますんで、はい、ぜひ、はい、チャンネル登録、なんか、このメンバー使えるんだったら全然いてくれれば。まあまあ、ケチョンケチョンしちゃるわ。まあ次はそうですね。今度はもう超掘りから本当仕掛けたるわ。俺のドッキリ半端ないでね。ちょっと、じゃあドッキリ楽しみにしようかね、みんなね。結構3つぐらいもうボツになって、YouTube になってないぐらいひどいことやってる。ひどすぎて。じゃあチャンネル登録といいね、お願いします。お願いします。またねー。また見てねー。また見てね。いいねお願いします。いいねお願いします。またねー。